はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。バイオハザード7続きをやっていきましょう。魔剣のレリーフですね、最後のレリーフを手に入れたところではあるんですけれども、ちょっとね、先へ行く前に屋敷内をね、もう少しちょっと探索して、なるべくアイテムを回収してから、先に向かいたいと思います。特にね、この2階の祖母の資質ですね、ここがあんまり探索できなかったんで、ちょっとそっちの方も覗きつつといったところですね。で、アイテムは、まずガンパウダーはいらない。魔剣のレリーフもちょっと一旦預けましょう。で、ハーブも預けるでしょ。で、薬液も預ける。牽制の声もちょっといいかな。で、回復薬は持っておきましょう。で、さらにお宝の写真、これもね、ちょっと見て、多分ね、この屋敷にあると思うんだよね。キーピック1を持ってく？そうすると空きが1、2、3か。ま、空き3で大丈夫かな。で、お宝の地図なんですけど、ちょっともう一回見てみましょう。これどこだっけ？どこにあったっけ？俺のお宝はここに隠した。見つけられるのは見つけてみな。まあ一個ずつ探索をしていきますか。押していきましょう。の、お、ちょっと待って待って、いきなり、何こいつ。え、あのおばあさん動いてるよ。こっち向く。え、なんでいるのこいつここに。え、もういきなり、なんでだよ。おっさん倒してさ、安心しきってたんだけどさ、なんでこいつここにいるの。え、大丈夫。ちょっとあれ、拳銃構えらんないんだけど、撃てない、こいつに向かって拳銃は。あ、撃てない、撃てないよ。無害なのこの人。すげえ死んでる感じに見えたけどさ、まあ一応動いてるってことは生きてるってことだよね。しかもさ、この主人公さ、スルーするところがまたあれだよね。この主人公何気にめちゃくちゃ度胸あるよね。常に冷静沈着っていう何が起きてもあんまり動じない。こっちの方とかもね、一応なんかないか。今はね、もうヘドロもあんまり怖くないですからね、正直。ショットガンで撃てば最悪なんとかなるんで。ここキーピックあったよね。でもね、キーピックいろんなところにあったからね。こういうところは開けて、これも見たよね。これキーピックだよね多分。どうする、開けちゃう。2階のところにもキーピックありましたよね。で、これは気持ち悪いやつだからちょっと触らないでおいて、ここら辺もないよね。で、冷蔵庫が開いてて、これは向こう側だから行けなくて、ここはトイレだっけ。上も特になし。なんか手をやったよね。ここはどこなんだ。応接室か。応接室。鹿は特に何にもいない。あった、応接室のこれだ。ここにある。おステロイド。おお、なんかすげえ、ステロイドとかいうのゲットしたよ。で、ここら辺は特に何もないかな。しまっておいて。で、冷蔵庫の中も薬液があっただけだから。で、こっちもないでしょ。で、ここもなし。で、こっから来たんだよね。ここってさ、行けんのこっちから。まあ、いや、一回普通に戻るか。ここはじゃあこれだけでいいかな。ここ、精神安定剤あったからね。多分、取れるものは取ったと思うんで。キーピックどうすっかな。使っちゃうか。回復薬系だとちょっと嫌なんだよね。お、ショットガンの弾だ。やった。これは取っとこう。まあいいでしょう、今の段階でショットガンの弾だったら全然ありですね。で、じゃあ、そうだ、ステロイドって手に入れたんだよな。ちょっと、お、いなくなって、なんでだよ。
なんで一瞬にしていなくなってんの？やだな。またちょっと安息の地に戻ってきてアイテム整理をしよう。お宝の地図これもいらなくね？預けるか。てかこれ捨てられんの？そもそも調べる、合成、使用、捨てる。捨てられるのかな。このアイテムを捨てますか。一度捨てたアイテムは拾うことができません。そうなんだ。ちょっと預けよう。これ預けて、ステロイドって何？筋力を劇的に増強させ体力の限界を上げることができる。効果は永続する。すごいね、体力の限界値を上げることができるんだ。体力の限界ってさ、どこで見んの？とりあえず今こんな感じでしょ。これ回復薬だ、危ねえ。回復薬を使うとこだった。まあ別に減ってっから回復薬使ってもいいんだよね。ステロイドを使うと、おっ、危なくねえかこれ。ほんと大丈夫かよ。体力の上限が上がった、いいね。で、あ、体力も回復した。体力の上限がどれだけさ上がったか分かんないんだけど、メーター的なものがなくて。じゃあもうちょっと探索をしましょう。ホールに出ますか。多分ね、もう敵とかはねいないと思うんだよね。さすがにおっさんはね出ないと思うんだよね。でここが魔剣のレリーフをはめるところで、で電話は別にって感じでしょ。あとはこっちの方とか、これはアンティークコイン、アンティークコインゲットしたね。でここ開けて、ガンパウダーだっけ、薬液だっけ、ハーブだっけ、なんかあったよね。で、あ、こいつね、僕を撃ってよ。いや、すべてが自分の望み通りに行くと思ったら大間違いだ。突き刺す。撃つのではなく突き刺す。まあどうでもいいんだろうけど、で多分ね、こっちの方のランドリーとかキッチンとかリビングとかはもうね大丈夫だと思うんだよね。でこれも取ったでしょ。でこれはあっちに行くやつでしょ。でここはショットガンでしょ。で2階に登って、そうだね、もう祖母の部屋だけ探索したら魔剣のレリーフのところへ行きますか。ここも行けないとこでしょ、だって。大丈夫だよな、何も出ないよね。でここら辺も取り尽くしたとは思うんで、これも手紙でしょ、だってただの。でここら辺もあらかた見たはずなんで、でこれは別にアイテムとかではないから、でこことかも特にないよね。なんか入ってるとか。そうこれ出てね、先に行ったところにキーピックがあったんですけど、キーピック自体がもうないんで、いろいろあるね。ちょっとこれを開いて、何これ、入れ歯、何これ、よくわかんねえんだけど、何この入れ歯、持ってけないし、まあ持ってってもしょうがないからね。何もないよ別に。ブーツとかも何もなかったけど、結局そういうのがあるのか、何もない系。これね、読んだ瞬間来たんだよね。もう中庭を何時間も追い回すのはごめんだ。次から客が逃げた時は犬のレリーフを隠して本館から出すな。隠す場所も決めておく。リビングルームの振り子時計、娯楽室の本、地下の解体室だと。隠す場所をさ決めてさ、こうやってメモに残しておいたらさ、結局意味なくね。こうやって読まれてさ、あ、なんだみたいな、あそこにあるのかっていう。あ、ハンドガンの弾ゲットしておきましょう。他はん、これは、あ、違う、閉じるってことね。他は何にもない。あ、何これ、バーナーの燃料、ちょっと取っておくか。薬液、あ、やっぱここ結構いろいろあったね。で、ショットガンの弾はゲットしたよね。あそこのベッドの上にあったショットガンの弾。あとは、
多少ね、こう上と下をね見ないといけないんで、やっぱ探索はちょっとゆっくりやりたいよね、誰にも邪魔されず。ミセス・ベイカーへ。お加減はいかがでしょうか。前回の LINE から長く受信されていないようですね。レントゲン撮影結果を分析したところ、頭部の影はある種の心筋カビに似た構造でした。幻覚や幻聴とも関係があるかもしれません。もし何らかの寄生菌が原因ならすぐに除去しないと手遅れになりかねません。この手紙を読まれたらすぐ LINE し、精密検査を受けるよう医師としてお勧めいたします。クロフォード・ラング、まあ、医師の名前かね。ああ、やっぱりなんか感染してんだね。脳か。脳に感染してんのか。で、これは特に何かが入っているわけではないと。よし。じゃあ、アイテムは多分こんなもんかな。テレビずっとつけっぱだけど大丈夫かね。せめてテレビ消した方がいいんじゃない。よし、OK。じゃあちょっと魔剣のレリーフを取りに戻りましょう。とりあえずはまあ何にも出ては来なかったね。あのおばあさんだけちょっとびっくりさせられて、さらにいなくなってるっていうところでもびっくりさせられたけど、何なんだろうねあのおばあさんは。よし。じゃあ薬液はいらない。バーナーの燃料って何？今のところいらないね。しかも100ってすごくね。アンティークコインもちょっといらないし今のところ。でそうすると持っていくもの、回復薬はまあ持っていくでしょ。で魔剣のレリーフはもちろん持っていく。剣聖のコインね、まあ一応ちょっと持っておきましょう。こんなものかな。やっぱりショットガンが圧迫するね、アイテム欄を。よし。では、行きましょう。だね、新しいところに行くっていうのもね、結構怖いんだよね。一応、この脱出できるっていう嬉しさもありつつ、新しいところへ行くっていう恐怖もありつつ、連打してたら。魔剣のレリーフ。開いた？鍵が開いた？お。え？めっちゃ広くね？マジ外じゃん、でも。夜はまだ開けない。やだな。ちょっと閉めようぜ。しかもさ、なんか音が嫌なんだけど、あそこなんか明かりがあるね。キャンピングカーみたいなとこ。まあちょっとアイテムがないかだけはこういうところを見ていこう。ああしっかりと窓は全部打ち付けられてるね。あそこ行きたいけどな。ちょっと待ってね。こっちを先に見る。一応警官はここら辺も見たのかな。ハーブあるね。よし、ハーブ取って、あとなんかあるね。ああガンパウダー。よしよしよし、いいね。しっかりとこういうアイテムは回収していこう。大丈夫か。まあやっぱりね、なんだかんだ言ってね、ショットガンを手に入れたのがめちゃくちゃでかいよな。かなり安心できる。もう何が来てもね対処できそうな感じがするから。とは言っても怖いよな。あれこっちの方もまたなんかあれか。茂みやね。こっちの方に行く前に先にこの中に行くか。キャンピングカーの中に何このキャンピングカーみたいなの。こっち暗くて全く見えない。これはこういうところにアイテムがもし落っこってたら分からんぞ。そしていきなりさ、なんか出てきても怖いからな。あっちの方もなんか光ってんね。まずはちょっとこのキャンピングカー中に入るか。入れる？そもそも入れる。
電話がある。あ、なんか何これ、なんかすげえいっぱいあんだけど。え、何これ。使用するアイテム3、ステロイド、体力の、待って、体力の上限をアップさせる薬。これは5、スタビライザー、銃のリロード早いんだよこれ、あの見れなくなるのが。銃のリロード速度を永続アップさせる薬、すごいね。でこれどうすんの、3とか5とかさ。これは冷蔵庫。お、なんかある、すっげえいっぱいあるんだけど。え、何これしかもさあ、ビデオデッキもあるじゃんここ。この音楽ってさ、安息の地じゃん。おう、アイテムボックス、あ、すっげえ安息の地だ。もうマジここ安息の地だ安息の地がいっぱいあるね。これ何、ゾイの、え、そうなの、変質者だな。ちょっと後でまじまじと見よう。今はもう少し有用なものを見たいから。あ、トイレもある。ここは完全に暮らせるね。じゃあトイレあって、冷蔵庫あって、暮らせるところを発見した。しかも結構快適だ。テレビも見れるでしょ。で扇風機みたいなのもあって、まあ、扇風機みたいなのっていうか扇風機なんだけど、これはアンティークコイン。え、これもしアンティークコインをここに入れるってこと。マグナム、反動でかいけど威力は私のお墨付き。え、これ持ってっていいの。タバコがある。これは写真だね。みんなもう戻らない。あー、家族がみんな行かれてしまったってことだもんな。どんどん体がおかしくなってる。そのうち父さんや母さんみたいになる。みんなあいつのせい。逃げる無理。気づかれたら終わり。あいつと一緒に来た女ミアが何か知ってる。血清があれば体を治せる。もっと聞き出す必要あり。ああ、なるほど。ミアって何か知ってんの。ミアはミアでいろいろなんか独自に調べたのかな。まあ、カセットテープは特に持ってないでしょ。メモがいっぱいあるね。なんか食った跡がある。ここはまあその食い物とか、まあ、比較的まともだよね。こういう下とかは特に引き出しはないで、電話は特に大丈夫でしょ。でこれはちょっと後のお楽しみにとっておくでしょ。でトイレ、トイレ狭いなでもまあキャンピングカーは快適だね。壊れたハンドガン、あ、ハンドガン壊れてんのか。ただちょっと見てみるか。アイテム欄がだいぶ圧迫されてんな。今は壊れてしまっている。リペアキットがあれば修理できそうだ。ああ、なるほどね。ちょっとじゃあアイテムボックスで、まあハンドガンはちょっといらないでしょ、壊れてっから。でガンパウダーにアンティークコイン、ハーブで、これはセーブか。セーブはちょっと後でするとして、よし、これちょっと怪しいよね。これマジで怪しい。拡大とかできないのかな。でもちょっと汚いねちょっとやだな、ちょっと汚いね、裏側とか。もうちょっとね、洗ってあればよかったんだけどね。これ大きさ的にでもそんなに大きくないかな。ちょっとわかんないな俺そういうの詳しくないんで、あんまりちょっとね、どのくらいの大きさがあるのかっていうのは。でも大きい感じはしないよね、ちょっと。うん、もうちょっとな、可愛らしい感じのデザインでもよかったけど、ま、置いておきましょう。ちょっとアンティークコイン、あれなんか入りそうじゃない？入れるだけ入れてみよっか。持ってくだけ持ってってみましょう。6個、6個あるね。35、多分これ個数入れるんだよね。これさ、リロード速度がさ速くなってすげえよくね。体力の上限をさアップさせるっていうのもさ魅力だけどさ、やっぱ戦闘中はね、リロードが結構
ネックだからね、これちょっと入れてみようかよ。あー、減った減った減った、そういうことか。このコイン重要だね、じゃあ。え？じゃあ何個必要なの、これ。おー、いた。これパクっていいの？スタビライザー、使わせてもらいます。ショットガンに使うか、多分1個だけだよね、使えるの。スタビライザーは。ちょっとまだ取っておこう。で、これ3つ必要で足りない。これなんてさ、マグナムじゃん。マグナム9個。9個か。次マグナムかな、そうすると。コインがどれだけ落っこってるかだよね。でもマグナムさ、まだ弾がないからね、そもそも。スタビライザーは、ちょっと1回置いておこう。何に使うかは、検討して。今のところはまだ大丈夫なんで。今後ね、いろんな銃が出てきたら、そっちに使った方がいいかもしれないんで。じゃあ、ここは、こんなもんでいいかな？行くか。電話。ちょ、閉めてからしよう。よし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 。閉めてから電話に出よう。え？俺、ここの持ち主じゃないけど、勝手に出ていいかな？もしもし、ミカミックスです。やったね。お。俺に頼みってなんだ。それをやれば出られるのか。そう、よく聞いてね、イーサン。私たち家族は体を怪我されてるんだ。この汚れを取らない限りここからは出られない。ミアも同じだよ。治す方法があるのか。血清がいるの。血清さえあれば元の体に戻れる。手遅れじゃなければだけど。分かった。どこにあるんだ。それが分かれば私だってとっくに逃げてるよ。でも母さんがきっと休館の中のどこかに隠してるはずなんだ。血清が手に入ればミアを治して帰れるんだな。ああ、そういうことだね。休館は沼のそばだからすぐ見つかるよ。わかった。でも母さんもそこにいると思う。母さん、気をつけて。みんなあんたを探してる。人気者だね、こいつは。みんなに追われて。いやー、有名人も大変だね。じゃあ次は、そっちの休館か。で、血清を探すと。まあ、手遅れになっちゃうと、ただ血清も効果ないよ、ということね。こっちとかなんかめっちゃ暗いけど、なんかアイテム。こういうとことかね。これ何？ガソリンがあればなんか動かせそうなものがあるけど。で、今度の相手はマーガレットか。本館ではおっさんに追い回されたけど、今度はマーガレットが相手なんだな。これキャンピングカーだよね、完全に。これ何、こっちから行けんの？向こう側から施錠されている。え、今地図的にはさ、どうなってんのこれ。あ、すげえすげえすげえ広い。これ中庭か。で、なんかこ、あ、休館1階ってこっちの方に行けるわ。左の方に、なんか、あれ、扉らしきものがあるけど。え、あ、びっくりしたー。なんでさ、トイレの中にさ、マネキンのさ、首が入ってんだよ。てか、なんでこんなところにさ、トイレがあんの？意味わからんよ。完全に外だよ。あ、これ。なんか必要なんだな。あ、絶対必要だよ。つけ、なんかさ、次元爆弾みたいな感じになってない？青か赤、どっちかが正しいみたいな。これ何？サプリメント。え、サプリメントって何？神経に作用する成分を含む錠剤。そのままでは使用できず、薬品に加工する必要がある。あー、なるほどね。薬液が必要なのか、多分。サプリメント、だから、なんだろうね、精神安定剤とかできるのかな。精神安定剤使っちゃう、ここ広いから。せっかくだし。いや、なんか今、木か。精神安定剤って多分あれだよね。アイテムの位置がわかるから、こういうさ、ほんと広いところのさ、探索に役立ちそうだよね。これ何これ？分離剤。
こんなところにも置いてあんのかよ。誰が置いたんだよ、こんな分離剤なんてさ。なきゃなきでさ、それで、あ、全部取ったんだなっていうのがさ、わかるから、いいんだけど。あと、こっちの方もあるね。あれ、こっちなんだ？あ、こっちから向こうに行くのか。あー、なんか見えるね、あっち。ほら、あ、あれが旧館か、そもそも。アイテムはこれで全部かな。一応ちょっと精神安定剤使おう。精神安定剤じゃないけどさ。精神増強剤だよね。じゃあサプリメントはちょっといらないでしょ。で、アンティックコイム一回やって、分離剤。一部のアイテムと合成すると、成分を分離して薬液を取り出すことができる。あー、なるほどね。元に戻せるんだ。合成したものを。まあ一応持っておこう。で、精神安定剤ちょっと持ってって。ちょっと精神安定剤使おう。おお。あれ？なんかある。あ、これはあいつか。あら。しゃがんで、ほら。こんなところにいるんだ。ああ、なんかある、なんかある、まだ。ああ、いいね、いいね、いいね。薬液ゲットして。あれ、まあ、こういうとこまだすげえ、いっぱいありそうだよ。裏側？じゃ、中か、これ。あ、怒ってるね。ショットガンの弾。やった。いや、そうだよ。こういうのだよ。こういうさ、やっぱり見落としがあるね。あと、こっち。おお、こういうところとか、ガンパウダー。あとは？中にある？ちょっと、切れちゃう前に。あ、そっか、これは、あれか。アンティークコインを入れないといけないから、ちょっとダメでしょ？あとは？こっちの方とか。こっちの方とか。あー、ある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 。これ何？おぉ、なかった。ん？キーピック。いいね、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 いいね。よし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 。あと、ここにもなんかあるよ。アンティックコイン。オッケー。すげえわ。あ、やっぱ使ってよかったな。あとは？あとはなさそうかな。てか、精神安定剤がさ、いつまで効いてるのかわかんないけど。もう切れちゃったかな。多分ね、ここの印がなくなると。切れたなっていう感じだけど、まだついてるね。こっちの方、こっち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 の方とかは、特にはなさそうかな。他、あー、あっちなんかあるね。なんかある、なんか、あれはあっち行かないと取れないのか、多分。よしよしよし、だいぶ取ったかな。そうすると一応こっちの方も見ていくか。もうないかね、さすがに。特になしかな。ってか、精神安定剤がさ、切れたんだか切れてないんだか、いまいちわからんからな。ほら、これ後ろとかいけないのかな。後ろ、ほら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 、くらえ。なんかすっげえ無理くり言ってんだけど。まあいいや。うん、こんなものかな。よし、じゃあちょっと一回安息の地に戻って、まあ時間的になかなかいい感じなんで、じゃあ次回ちょっと休館を目指してやっていきたいと思います。ちょっとね、今回アイテム探索で終わりましたけれども、次回からまた続きをやっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。